万世温泉は、北海道東部の太平洋岸の晩成海岸付近に作られた温泉施設である。温泉成分中に要素が高濃度に含有されていることで知られる。晩成温泉は塩化物泉の中でもナトリウム塩化物泉であり、塩味を感じる。日本列島において塩化物泉は、ありふれた泉質ながら、要素イオンを高濃度で含有する点において、 万世温泉の選出は得意である。例えば、千葉県内の要素の生産に使用する光線でも、要素イオンの含有率は 1ppm 以下であり、万世温泉の源泉が、要素イオンを 12.2ppm、含有しているという数値は、非常に高いと言える。また、その他の溶存成分の含有濃度も、比較的高く、浸透圧で分類した場合でも、高張り性と分類される。 液色は、高褐色を帯びているものの透明であり、わずかに鉱物油のような匂いを有する。なお、源泉の温度は、摂氏18.0度と低いため、冷光泉に分類され、その pH は7.8である。住所は、北海道疲労群大気町万生で、大気町への日帰り入浴施設が一軒ある。ただし、不設のコテージでの宿泊は可能である。万温泉は、 自噴式の温泉ではなく、ポンプを使用して310の水量を確保している。源泉の温度は、摂氏18.0度と低いため過温した上で、循環させて、適に露過を行いながら、浴槽へと供している。内風呂のみだが、ガラス張りの浴室からは、太平洋が望める。正月だけは、例年、日の出前に営業を開始しているため、天候が良ければ、浴室からご来光を見られる。 万世温泉は、ホロカヤン島と追いかまない沼との間に位置し、いずれの沼の周辺も、原生花園として知られる。また、追いかまない沼のあぜには、万世緑の村キャンプ場がある。なお、やや遠いものの、ナウマン像が出土した場所が、比較的近いため、万世温泉から最も近い国道である336号には、ナウマン国道の愛称が付けられている。 帯広広自動車道のチュールインターチェンジから約 20km の位置で最終的に北海道道881号で温泉施設へ向かう。チュールインターチェンジからは自動車で約25分を要する。浸透圧は溶質の種類によらずあくまで溶質の粒子数で決まる。高張製の温泉とは温泉水の単位体積あたりの溶質の粒子数が 比較的多いことを意味する。ABC 公式サイト経済の温泉分析書、三村順次、47都道府県、温泉百貨 P80 全出版2015年12月30日、発行 ISBN978 から4から621089965。ありがとうございます。